八戸店から近い三戸郡南部町昔農園にグリーンハウススタッフでやってきました。今回はジャガイモの種芋を植え、農薬や肥料を使わない自然栽培で育てます。目的は農業体験。普段あまり行うことのない土いじりをして野菜が育つ喜び、食べる楽しみを感じてみようという目標のもとスタートしました。農作業のご指導は昔農園園長の佐々木さんです。で、ジャガイモっていうのはこの芽があるんですけど、この芽が普通は芽を上にしてみるとすぐ出てくる。そうすると弱い芽も強い芽も一気に出てきて芋が弱くなる。スタッフの人数がいるため分業で作業をします。1ビニールの畝に50センチ間隔で穴を開ける。2その開けた穴に種芋を置いていく。3芽の多い方を下にしてジャガイモを土の中に押し込む。4種芋を植えた部分に土をかぶせる。この日は風が強くて気温も低めでした。それでもスタッフ総勢30名で慣れない作業を頑張りました。やっぱり人数であれば楽しいですね。で、作業としてはだいたいこれが暖かさが続くと2週間ぐらいでポテッと出てくるんですよ。普通のものだともう1週間ぐらいで出てくるんですよ。今は芽を下にしてで出てくるのが遅いんですけど、で次の段階の作業としては出てきた芽を3本ぐらいを残したあと切るっていうのをやるんですけど、ほとんどやらなくてもいいようにいいはずです。あとはね、6月の下旬から7月の中旬にプレーラーでお咲かせますので、お弁当もどうぞ。そっちの方に計画にはなかったんですけど、ちょこちょこと物を野菜を植えてみますので、葉物とかちょこちょこやってみますので、人参とか肥料を使わない野菜の味っていうものをぜひ皆さんに食べていただきたいと思います。はい、今日も皆さんどうもご苦労様でした。お願いします。楽しみましょう。作業もひたすら真面目にやるのではなく、土に触ったり写真を撮ったりして非日常を楽しみました。これからこの農園で育つ作物を記録していこうと思います。お楽しみに。